うさんくさいネットビジネス情報発信者、ビジネス系 YouTuber あるある。どうも、黒沢です。今回私が月収3億円になるまでにどのように進んでいったかランキング形式でお伝えしたいと思います。まず第5位、とにかく嘘をつく。そして第4位、とにかく服がダサい。一周回ってかっこいいとかでもない。え、皆さん、今回は億万長者育成スクール第1期生として開会式にご参加くださりありがとうございます。最後に皆さんよろしければ集合写真撮りたいと思います。顔出し NG だよという方は後で受付の方におっしゃっていただければ、SNS にアップするときはモザイク かけさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします皆さん集まりましたかでは最後にいいですかポーズ撮りますよせーのよきかな生徒と大人数で集合写真撮って SNS にアップしがちかつビ美女は最前列に座らせる皆さんこんにちはせーのよきかな私最近多くの SNS で言われていることがあるんです黒頭はうさんくさい皆さんどう思いますか うさんくさいうさんくさくない私ねうさんくさい人間なんです信者にだけ受ける自虐ネタがある自覚していれば解決すると思っている皆さん転職を促すリストラする会社ってどう思います 多くの人ってすごいネガティブな感じを持ってると思うんです。しかしながら、アメリカをはじめ欧米では、転職って当たり前、リストラも当たり前なんです。日本だけが遅れているんですよね。欧米では、欧米ではと言いがち。最近私タワーマンションの最上階に引っ越して、そういうこと言うと、世間がね、許してくれませんよメイドって言ったら、まあ、秋葉のアイドルみたいなもんですからね。 えー、それはちょっとね世間は許してくれませんよって言われることもあると思うんですけれども実はタワーマンションに引っ越すってことは私にとってただの遊びに過ぎないんですね私月収3億円ありますその中の100万円を毎月タワーマンションに当てたとしても全て経費として賄うことができるんですねちなみにこの高級時計は9兆円したわかりやすくお金持ちアピールするスタッフースタッフー次の動画ネタどうしよっか自分の生徒が今18人いるから 120人にしとくやっぱ200人にしよっか。あと、自分の月収なんだけど、ま、あ役員報酬で固定ではあるんだけど、そこら辺っていうのはバカな庶民はわからないと思うから、まあ、とりあえず、最大瞬間風速でもないけれども、月収800万にしちゃうお山の大将、俺一人、俺一人、後から来るのは夜ばかり。 はい。改めまして、こんにちは。物販講師の黒沢です。三方よしの堅実なネット物販の情報発信をすべくこちらのチャンネル運営しております。もし今回の動画良かったなと思った方は高評価、チャンネル登録の応援いただければ幸いです。今回はうさんくさいネットビジネス情報発信者あるある、ビジネス系 YouTuber あるあるをいくつか挙げさせていただきました。自分の偏見もあったかもしれないんですが、ネットビジネスで成功した人、SNS で有名な人って、実は実力以上に自分のことを大きく見せているって場合が多いんです。 そもそも SNS って実力以上に自分が大きく見せやすいツールではあるのでそこにこつけて自分がめっちゃ成功してる金持ちだすごいんだっていうことを誇張しようとするやからは後を絶たないと思います一つ一つ補足させていただきますとまずとにかく服がダサい一周待ってかっこいいとかでもないっていうのは周りの目っていうのを悪い意味で気にしないで育ってきちゃった子なのかなっていう感じが正直するんですねもちろん他の人と合わせるって必要はないけれども中学生 ぐらいで思春期になってファッションとか髪型とかが気になり出して高校生の時に試行錯誤してその後も恋愛したり彼氏彼女ができたり振られたりとかしながら少しずつ少しずつ研ぎ澄まされていくものではあると思いますもちろん人にとって大切なのは内面ではあるんですが外面っていうのも人とまず会った時に一番最初に見られるものですから気を使って叱るべきなわけですがそこで周りのことを気にしなさすぎて我 坂道を行くで唯が独尊で進んできちゃった人っていうのはファッションセンスも培われないままでネットビジネスで情報発信をし始めちゃって変にもてはやされるようになっちゃったんで余計こじれてしまってファッションこれでえんや自分いけてるんやっていう風に思っちゃったんじゃないかなとも邪推してしまいます2つ目セミナーなど開催すると集合写真を撮ってそれを SNS にドバーンとアップしてかつ美女を自分の横にはべらせて撮って私のビジネスめっちゃ人気ですよこんだけ人 集まってますよしかも美女もたくさんいますよかっこいいイケメンもいますよっていうことをアピールすることによってビジネスのメリットデメリットをしっかりと等身大で話して真っ当に集客するのではなく付随的なハロー効果的なもので人を集めようとする古俗な魂胆が見え隠れしているように自分自身は感じます3つ目信者にだけ受ける自虐ネタがあって自分自身そんな言われてること分かってますよ的立ち位置を取る周りからうさんくさいって言われてるのを自覚してますだから自分は自覚 してるから大丈夫なんですってわけではないと思うんですよもしくは自己啓発的な内容を言って昔の自分はできてなかったけど今の自分はそういったこと完璧にできてますからアピールをするのもこれに近いとは思うんですがそういう方たちってプライドが高いので何か自分の盲点だった意見とか批判とかを言われるとなるほどそういうご意見ご感想ご指摘もあるんだなっていうふうに謙虚に腹に落とそうとしないで、うん、そういうこと言われてるの分かってますよ自分は自覚してますよみたいな形で <laughs> なんかめっちゃ生きろうとする傾向にあると思います。四つ目、欧米では欧米ではと言いがち。日本はダメで欧米ではこうだだとか、欧米ではっていうことで自分はすごい知識があるぞ、グローバルな人間だぞっていうのを言いたいのかよくわからないですが、例えば先ほど言及したリストラや転職の話をすれば、リストラめっちゃする会社が普通にアメリカではあるよっていう話を言ったところで、それってアメリカだと転職が容易にできるからそうしてるっていうだけなんですね。それをリ リストラの部分だけ引っ張ってきて、アメリカではこうなんだから、日本でもリストラする会社があっても叱るべきだ。むしろそれは会社の英断、有断であって、リストラされた人をもう一回転職すればいいじゃないか、人のせいにしないで転職もう一回やればいいじゃないかっていう発想に至るのは意味がわからないです。だったらアメリカだと銃持ってもいいんだから、日本でも銃持てよだとか、ヨーロッパの一部の国ではマリファナ合法だから、日本でもマリファナバン,バンバイバイしちゃって、オッケー、所持しちゃって、オッケーって言ってるようなものですね。 安く金持ちアピールするお金持ちアピールしたきゃすればいい。それはただのミーハー精神だとは思うものの、ネットビジネスの情報発信者の人たちってそのガンガン使っているお金、生徒さんの学費だよねっていうところが抜けちゃってるんですね。生徒さんの学費を自分は高級時計に使ってます。めっちゃ高いタワーマンに住むために使ってます。浪費してますっていうことを、バン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 はばかられることなく言ってしまうっていうのは、私にとっってて大切なのは人よより金ですよっていうマインドを白状 ししててままっいいるようなものだと思います最後、六つ目。盛り盛りの数字を言いがち生徒さんの人数であっても、自分の月収であっても、自分が住んでいるマンションの価値であっても、とにかく何でもかんでも数字を盛りがち。私はこれを数字マジックと呼んでいるんですが、数字ってものすごくインパクトがあるんですね。月収1億円だとか、生徒の数1000人とか言ったら、ものすごくインパクトがあると思うんですが、インパクトがあると同時に、裏取りってかなりしづらい数字結構あると思うんです。 その1億円の内訳とは何ぞや。さらにそれは毎月コンスタントに入っている1億円なのかどうか。そして会社経営してたら役員報酬って毎月定額で振り込まれるわけなので、その金額ではなくて会社の売り上げを自分の月収みたいな言い方をしてしまっているんだと思うんですが、そこら辺も曖昧だし、2.5ヶ月分ぐらいのお金っていうのを月収だって言い張ってる可能性すらあるわけです。もし今回の動画で話したことだけではなく、こういうい人はうさん こう言っている人は自分は気をつけている、注意しているっていうことあればぜひコメント欄で教えていただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。